あ、これだ、来る金で。ここから入ったらいいのかな。あとはもう刺したら、刺すカードタイプですけどね。で、まあね、荷物置いてやる。まあ、先にね、ちょっと入って、もう先に充電とかも始めてますけどね。いやー、疲れた疲れた。いやー、ということでね、まあ、めっちゃいいですね。シングルですけど、一応、ツインの広さありますよね。このサイズだったらね、全然 OK ですよ。余裕ですね。で、これで4700円助かりますね。はぁ。いやいやいや、鏡越しで映したやつをやってますけど、ね、もう一人やからいいですよね。いやー、疲れた疲れた。いや、さすがに真っ赤になりましたもんね。まあね、ホテルなんで多少ね、これくらい声出しても大丈夫でしょうということでね。いやー、無事着きました。ホテルかなで様ということでですね、なんて言うんでしたっけ、ホテルかなで、関空貝塚っていう、店名らしいですね。ね、結構伊豆三佐のなのかなと思ってたら、地名で言うとここは貝塚市らしいです。貝塚市の、何でしたっけ、錦ヶ浜。ね、あの、二色の浜って書いてね、あの、ガーがないね、感じで、錦ヶ浜っていう読み方らしいです。でね、とりあえずね、チェックインもね、あ、もう無事ですんで、もうね、お金もね、支払いしてあるんで、チェックアウトも楽ですね。もうね、先に支払いをして、あのね、電子でね、いろいろと受付をしたら、ルームキーがね、あの、今差し込んだルームキーを、発行してもらって、ただその中にはまだ部屋のね、IC が、入力されてないんで、それを、あの、裏側にね、あの、発見機みたいな感じのやつ、あの、最近のね、あの、EX 予約の発見機みたいな、新幹線の、あんな感じの機械が置いてあって、それでカードを入れると、で、お金を精算すると、無事にあのチェックインが完了して、カードにその ID、あのパスが入るようになって、これで、中に入れるようになりますよっていう、あの、快活クラブ使ってるカードキーの感じと似てますよね。そう、あてのシステムを、さらにこう、使ったか、あの、オートマティックに使った感じっていうことですね。部屋も綺麗ですしね、十分十分これだけあったらね、こんな感じで、これ多分呼び出しを内線の電話でしょうね。で、プラズマクラスターも動いてますと。いやー、いいですね。で、広さで言うとこれね、ドリンクが、あ、ウェルカムドリンクもいただいてますね。ありがとうございます。いただきます。お水もね、だいぶ汗かきましたからね。で、これも何が入ってる、メモ帳か。これは、復習しておこう。これは、緑茶だ。いいですね。全部緑茶。ちょっと後で、いっぱい、受けいただきましょう。で、急須ね。なるほど、なるほど。運営でも、ただ、止まるような、仕組みになってるんでしょうね。量がちょっと、ですからね、アメニティとか、ちょっと置いてあったりしますもんね。なるほど、なるほど、ということでございますね。スイープかようかな。ああ、しかなく。で、テレビも大きいですね。たまにはテレビを見てもいいかもしれません。で、リストラ、起こさない、あ、札ですね、起こさない札。で、連続で止まってたね。で、おお、なるほど、なるほど。めっちゃ綺麗じゃないですか。何これ、もしかして開くやつ？さすがに、ウェルカムしてくれないか。ウェルカムはしないけど。めっちゃ綺麗。シャワールームなんかおしゃれ。大浴場使うかな。大浴場もあるみたいなんでね、使うかなと思いましたけど、シャワールームはシャワールームでいいですね。一人だったらね、あれですけど、まあ気を殺しれた中じゃない二人だったらね、
ちょっと、こっぱずかしいあれですけどね、まあまあでもそういう人たちはね、そもそもツインに止まりませんからね、大丈夫でしょう、ね、ということで、まあまあまあペア利用とかでも全然いいんですよね、ケトルもありますしね、あこれなら快適に過ごせそうですね。で、あとは、ね、こんな感じ、インフォメーションいただきました。フリー Wi-Fi はありますよと、館内で無料使えますと。で、テレビでアベマやネットフリックスとか、YouTube、DTV、はご利用いただけません。あ、そうなんだ。はいはいはい。地上波なんですね。で、天然温泉大浴場3階、24時間。ああ、24時間なら夜でも帰れるんだ、いいですね。で、バスタオル、フェイスタオルは客室からお持ちください。はい、客室ネットとか言いましょうね。で、サウナはご利用時間10時から23時ってことで、まあ11時、まあまあ全然余裕です。今、5時、6時、7時前、そうですね、18時49分、7時前ですからね、まだまだ余裕ですね。大丈夫です。で、オートロックですよね。お出かけの際はルーム機能の抜きを伏せご注意ください。清掃時間は10時から15時です。最終清掃受付時刻は12時とさせていただきます。体力交換などのご要望はフロント前もしかしたら、でも入れますね。なるほど、なるほど。いいですね。うん。で、10時に、チェックアウト10時かな ?11 時ってなってたかな、まあまあ、どっちにしろ、明日の取材がありますから、9時過ぎには出てくると思いますけど、でも、タコ地蔵も良かったですね。いやいやいや、いい日程になっております。で、そう、携帯も充電車な感じでね、いろいろと充電するものが溜まってますんで、まずはね、充電モードに入っていこうと思いますという感じですね。よし、私自身もね、ちょっと充電してから行こうと思います。まあ、言うて、歩き回ったら、暑かったね。あとあれですね、充電始めてから気がついたんですけど、別にここでしなくても、普通にベッドの横にもあるんで、ここで充電しながら、ね、ゴロニャン、スマホいじりなんかもできますね。よいしょ、ね。快適的です。まあ、どうしようかな。飯どうしようかなとかも思ったんですけど、まずちょっと汗流しますと言うてね、昼間に一回ね、お風呂入りましたけど、そっから汗だいぶかきましたからね。一回でも洗ってるとだいぶまだ歯ブラっぽさは大丈夫ですけど、いやちょっといっぱい入らせていただきましょう。よし、さあすっかり夜も更けましたけどね、そう風呂入ってる時にね、私ね大事なことを思い出しましたよ。この辺りマンボウが出てますからね、そういえば飲食店閉まるのが早いんですよね、だからちょっと早めに解かないといけないなって言いました。ちなみにホテルの、ね、駐車場もここにありますし、向かい側にも、駐車場があって、まあね、いっぱいありますから余裕ですね。いやで駅前の方行ってちょっとなんか食べれそうなところ探そうと思います。